どうもフトピース柳武尊だよフトピースや、はい、さあというわけでございましてライブスタンド2223大阪ご覧の皆さん、はい、この時間はですね、どんな車でも買い取ってくれると今話題のサービスカーネクストさんを紹介したいと思います。さあこれではこの時間をですね、一緒に盛り上げてくれる方を紹介しましょう。ロングコートダディの二人です。よっしゃー、お願いします。正面ダブルピース、いやいやミニピース、あ、はい、ありがとうございます。決まりました、ありがとうございます。さあ、ロングコートダディ、まずはキングオブコント決勝おめでとうございます。ありがとうございます。そこまで情報がいってますか。あ、もちろん来てますよ、はい、ありがとうございます。仕上がり具合はどうですか。そうですね、今、うん、まあ寄席とかでも一緒にやってて、はいはい、結構仕上がって、うん、今ちょっと落ちてきてるかもしれない。いやいや、仕上がりすぎてあるんですね、やっぱりピークね。一回仕上がってきたなっていうところからやっぱあるのよ。もうちょっとやっちゃってこねくり回してこねくり回してる状態ですね今。こう最後迷路に迷い込むっていうパターンあるからね、はい、ありますあります、はい、あります。でもそこ脱出できた時が一番仕上がってる時だと思うんで、うん、迷路時期を抜けた後が10月の、8日ですね、8日でございますんで、はい、まあそのキングオブコントも大いに関わってくださってるカーネクストさんでございますから、もうお笑い界最近も乗っ取ろうとしてんちゃうかっていうぐらいありとあらゆる賞レースに噂されてますよ、やっぱりお笑い界を乗っ取ろうとして。この間優勝したオールザッツ、そうなんですよ、カーネクストさんでやっていただいて、カーネクストさんからそのなんかで CM のオファーとかはまだ来てない、はい、今のとこはないですよね。 CM はまだ来てない。これはもう来るんじゃない、はい、いやどうなんですかね、やっぱビジュアル的に、まあ、はい、その免許持ってないとペーパードライバーっていうのがもしかしたら関係してるかもしれない。最近でもバイク買ったから俺バイクはやってますね。バイクもやってますもんね、カーネクストさんは。それはやってない、あ、やってない。車なんだよ。えぐい。それほんまに、それほんまにでかいよ。それほんまにでかいよ。俺とあるとある車の、はい、車のイベントのメイン MC が俺で、はい、あの走り回るあのリポーターが朝声声やったことあるからね。それは俺が車乗ってるからっていうので、本来は逆やねんけどね。マジですか。マジであるから、ね。ほんまに、ほんまに、ね、八木さんが MC して高橋さんが走り回ってるみたいな感じ、あんねんから、そういう、そんなわけないよ、ね、あんねん、そういうことだね。大事なんですね。で僕いつでもそのペーパー教師行ったら乗れるようになるんで。そうですね、ゴールド免許ですから。あ、それはもう重要な要素でございます、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、まずは、はい、あのカーネクストさんのマスコットキャラクターね、カイトリくん、ね、どうですか、知ってます？大好きですよ、カイトリくん、ちょっと見てみましょうか、カイトリくんね、はい、あ、出た、かわいい、かわいい、これ何、ね、頭に乗せて、ね、車乗せてね、ちょっと麦わら帽子かぶった車、あ、もうほぼほら見てください、ウサギと似てるじゃん、ほんと、ね、一緒なんですよ、これ、ね、ほら、こうやったら一緒ですよ、行けますよ、おーいたい、カイトリくんなしそうだよ、一緒ですよ、全然僕カイトリくん役でいいんでやらせていただいたら、近づいて行ってくれるんちゃう、はい、あのイラストをこうなんか、なるほどね、僕が全然近づきますので買い取り君、ね、あれ車も含めて買い取り君ですか、上に乗ってる、はい、あ、含めても全部含めて買い取り君ですね、なるほどね、はい、いいですね、まあまあね、かわいい、今日は一つ盛り上げていっていただきたいと思いますけれども、はい、さあまずはクイズを最初に出題したいと思います。クイズ大好き。さあ、まあカーネクストさんなんですけど、まあ、車を買い取ってくれるわけなんですが、はい、まあ、買い取りする時の、まあ、車の3つの特徴というのがあります、はい、さあ、まあ、どういった車を買い取る特徴があるのかっていうね、3つあります、まあ、普通はね、まあ、どこチェックするかってことですか。そうそうそう、チェックしたり、まあ、まあ大ヒントやけど、はい、まあ、よそ様ではね買い取らないようなことも買い取ったりするという、なるほど、はい、実績がありますね。 あれは大事じゃないですか、うん、あの車内の匂いとか、あ、車内の匂い、あまりにも臭いと車内の匂いがどうなるの。車内の匂いがやっぱどうしてもきついと少し安くなってしまいますよ、うん、違う、逆、あ、じゃあどっちかって言ったらどんな車でもやから、はい、カーネクストさんは車内の匂いがきつくても買い取りますよっていう。そう、でもそれは正解ではない。あ、違うんですか。違うけど、あ、まあ、言ったらそういうことよ。あれじゃないですか、はい、あの座席のこの、うん、頭置くとこにヘッドレスト、はい、バンダナを巻いてる車ありましたね、うん、あるから、たまにあれ以外は全て買い取る。外したらいいだけ。
あれアウト。アウト。取って買い取るやろ。アウトなんですね、あれ。違います。なんだろうな。まあね、はい、もう言いますわ。はい、まずね、まだ行きたい？大丈夫？あ、いいですか、まだ行って。まだ行くんやったらいいよ。なるほどね。はい、たまに、なんだろう。うん、ミスったな、年式が古い車、はいはいはい、ね、あ、年式が古い車、はい、それから走行距離が多い車、はい、最後言っていいですか、葉っぱの柄のなんか匂いがする あ, る、ね、あれを飾ってるもの以外、取ったらええよ、それ以外なんですね、こうなんとか言って絶対売ったら あんねんあんねん、ね、あるじゃない、違います、年式が古い車、はい、走行距離が多い車、はい、そしてなんと、うん、もう動かなくなった車でございますね、買い取るってことですか、事故車であったり 車検が切れてたりとか、はい、まあ、まあ、要するにどんな車でもっていうことですね、これをまあ少なくとももう0円以上で売れるっていうことなんですけど、はい、まあ、僕も車運転してるんで分かりますけども、本当に逆にもうね、引き取ってもらうのに逆にこっちはお金払わなあかんっていうのね、そういう状況の車もありますから、それも最低0円以上で必ず買い取ってくれる、0円ってことはもう、あの最低でもただでは引き取ってくれるっていう、そういうことです、これがすごいんです、なるほど、何がお前臭い車は買い取らないの、あれも買い取るんですか、はいはいはい、あの人が住み着いちゃった車みたいな買い取るんですか、人がたまにあのもう置いてた車に住み着いちゃったみたいな、それも買い取ってくれるんですか、それもこっそりね、はい、こっそりこっそり、はい、カーネクストさんの新入社員2年目ぐらいの人までがお前行ってこいって言われてこうやっていや、これ誰これ持ち上げてんだよ、車持ち上げてるのどんな巨大な人よ、手で買い取ってくれるやろ、人を出そうとしてんの、気づかれんように寝てる間に、そう寝てる間にそーっとこうね住み着いちゃったよ、住み着いちゃっても買い取ってくれると、誰が売ってんの、まず売ってるやつは誰やの、おかしいやろ、車なんですけど、さあもうね、カーネクストさん本当にもう無敵のもう買い取り実績ということでございます、すごいですね、さあ今日はですね、もっと詳しくお話を伺うために、うん、広報の荒木さんに来てもらってます、荒木さんどうぞ、はい、カーネクストの荒木ですよ、荒木さん、お願いします、荒木さん昨日も来ていただいて、ね、はいはいはい、昨日ここにね、カエル亭が座ってたんですけども、のカエル亭のファンらしくて、あ、そうなんですね、緊張しちゃってってなってたんですよ、今日そんなみじんもないじゃないですか、何を何を落ち着き回してファイナリストですけど、どう、いや、もちろんです、あのオールザッツも優勝されて、あの昨日のロッカーサッカーも優勝されて、はい、おそれも見てくれたんですか、はい、めちゃくちゃ面白かったです、あ、すごい良かったね、はい、落ち着き払ってるな、え、大丈夫落ち着き、俺なんかこの距離でも全然緊張されてない全然大丈夫、カエル亭が好きなんですね、全然大丈夫、さあ、それではですね、荒木さんにいろんなお話を伺いたいと思います、うん、まずですね、どんな車でも買い取ってくれるというまあお話でございましたが、実際にまあ買い取り実績っていうのをね、ちょっと紹介してもらえるということなんで、こんな車でもっていうのが、ね、今までの、はい、買ってきたぞという、じゃあいいですか、うん、紹介してもらって、エビにも出るんじゃないですか、はい、こちらがまず最初の車なんですけども、はい、出た、年式が平成13年式で、走行距離が32万キロを超えてる車になります、これはね、相当な距離、これすごいんですか、距離、うん、だって日本列島が3000キロですもんね、確か約3000キロとか、3000もないんちゃう、沖縄まで入れたらあるかもわからない、あ、なるほど、そうかね、はい、そう、東京大阪が500キロぐらいですから、そうですね、なるほど、とんでもないとんでもない32万キロなんて、で、ね、この車をですね、はい、いくらで買い取ったでしょうか、あ、これはね、いきなりクイズでございますけど、マジで21年前と32万キロ、そうですね、本来はこんなもん0円ですよね、は、言うたらお金かかるぐらいですもんね、うん、なかなかそんなもん、しかも写真見るにその32万キロの最終地点が森の中ですもんね、ってことですね、森の中で買い取ってねえ、ここで動かなかったからな、なんでやろな、ここ最終地点ですもんね、なんでここで動かなかったんですもんね、ここで結局ガレージではないの、うん、なるほど、さあ、ちょっとまあね、車のこと詳しくないんやったら難しいかもわからないけど、はい、とりあえずちょっといいですか、はい、ちょっと勘ですけど、勘で、うん、いいですよ、はい、でもまあ0円以上ってことですもんね、うん、はい、でも、まあ、鉄とかが一応使える部分もパーツもあるっちゃあるから、うん、ざっと計算して35,000、おお、なるほど、あ、なるほど、はい、はいはいはい、ああ、この32万キロの感謝も込めて、うん、お
320円とかじゃないですか。そういう素敵なこともやってくるんですか。ちょっと出しますよっていうこの32万キロ走ってるから、うん、出すだけは素敵なことやってくる。第2感謝を込めて320円、車にね、車自身に感謝を込めて、車のことで走ってくれた、そうです、お疲れ様という32万キロ走ってるから320円。正解じゃあ素敵ですね。それだったら見ましょうか。はい、正解はですね、はい、カーネクストで、うん、こちら40万円で買いました。40万円でございます。さらにさっきより深い森の中に、ね、ましたけど、それでも何でもないとこに、なんで置いてるんですか、ここに。森にね。これは正直ね、おそらくですよ、うん、はい、おそらくこの車、うん、ね、買おうと思ったら40万より多分安くで買えそうだから、そんなに古い車は売ってるぐらいやと思いますけど、ね、走るのかも怖い。え、これってどうするんですか、うん、買って、あ、確かにそのまま売るとかじゃないですもんね、これって。どうなんでしょう。あ、でもさっき本当にうさぎさんがおっしゃっていただいたように、あのパーツの再利用が、なるほど、まあ、メインだったりとか、まあ、さっきの車だともう海外にめちゃくちゃ需要があるので、そのまま海外に輸出したりとかっていう、そのなんていうんですか、アンティークじゃないけど、なんていうんですか、旧車みたいな感じで売れるんですか。あ、そうですね、はいはい、そうなんだ。さあ、じゃあもう一つ ね、買取実績のある車を紹介してもらいます、ねはい、ちょっとさっきよりすごいです、はいはい、じゃあこちらです、はい、うわこれ完全にあららららら行っちゃってますもんね。そうです、これはあのアクセラスポーツっていう車で、まあ、事故によってもう車、はい、割れてるというか、もう大破してるような状態ですね。これはね、交差点進入ですね、多分ね、この事故進入の時に、はい、信号赤いのに行ってもってガーンですね。うわー、はい、これいくらぐらいだと思いますか。このまま売りに来たんですか。あ、もちろんです、もちろんです。そうなんです、です売れますかって、これを、はい、すごいな。おいくらやと思われますか。いや難しい。さっきの40っていうことは、でも走行負荷ですもんね、はいはいはい、ってことはその海外に売ることももうできないから、2万7000。おお、わかりました。すごいな。どうも、はい、でも本来はまあ多分0円ものだと思うんですけど、まあちょっとね、こういう縁起の悪い感じもあって、4円じゃないですか。いや、数字的に縁起悪いですけども、やらんよ。さすがにな、さすがに売る方も4円やったもん、ただでもできる。4円もらってどうすんの。で、今度から気をつけようと、この4円を握りしめて。違います、舐めないでください、カーネクストさんを。そうでしょ、はい、正解の方ね、この車を。正解は、はい、30万5000円で買い取ります。これは信じられへん。あ、もう逆側ですか。これ逆側やね。え、ガチン、ね、ガチンやね、これ。ガチンになってますよ。どこで事故ったこれ。ガチンやね。ガチンってなってるやん。すげえ。そんな両方から車買ったことあります。ガチンになってるやん。やってるね、珍しい。そっか、普通前とかやったら分かるよ。両方横からやってるの珍しい。どこに入ったんですか。この車がおらんかったらもっと大事故が起きてた可能性があります。そうなんかな。そう、ガチンでくれてカーンってこう。何かを、そう、何かを止めるために使ったの。正面衝突を阻むかも分かりません。俺が挟まるっつってガシンって。格闘技の、格闘技のフェイス、なんていうの、顔を合わす時のパッと止める人みたいな、ね、感じかも分かります。何それ、すごい、さあこれすごいですけれども、ね、それに30万払ったかもしれない。なんか5000ついてるのもめっちゃいいですね。確かに確かに。あ、もう30万ねえわとかじゃなくて、しっかり、しっかり見て30万5000ってことですね。確かに、とも聞いててくれます。さあ改めましてですね、買取してくれる主な理由をいいですか、荒木さん。はい、はい、そうですね、カーネクストがなぜこういう車を買い取れるのかっていうところなんですけど、はい、2つ理由がありまして、カーネクストは車の買い取りをインターネットで展開しているサービスなので、はい、こうお店もないですし、保管場所っていうのも必要がなくて、なのでその固定費を徹底的にカットできるので、はい、その分買い取り価格に還元ができているっていうところと、あとはその、まあ、さっきもお伝えしたように、カーネクストは1万3000社の提携先を持っていて、でその中にはパーツが欲しいという業者さんだったり、この車のこのエンジンが欲しいという業者さんだったり、本当にその中の専門業者さんに一番高いところに売れるっていう販路を持っているので、なのでまあ車、動く車だけじゃなくって、そのパーツ、海外で人気の車も買い取れるっていう形になってます。バンダナが欲しいもあります？ないでしょ。そう、違うお店行ってくださいって。
カーネクストさんが返してくれるこれはちょっと返してみます。返します。車は引き取ります。さあ、はい、あ、その置いとくとこがないって言いました。その車はどうするんですか。その置いとく場所が必要になってくるんですか。買い取った車、はい、そうですね、カーネクストで買い取った車を、はい、次その欲しいという業者さんがうちのオークションを通じて、うん、買ってくれるんですけども、うん、その業者さんがユーザーさんの自宅に車の引き取りに行くっていう形になるので、なるほど、なるほど、はい、なのでユーザーさんのお家に、まあ、2,3 日とか、まあ、ユーザーさんが取りに来て欲しい日に私たちの提携先が取りに行くっていうような仕組みになってます。なるほどね、すごいですね、はい、ちゃんとした理由があるんでございます。さあちょっとここでせっかくねロンコートダディ来てくれてるんで、はい、もうみんな大好き大喜利をちょっとやりたいと思う。みんな大好きですか本当に大喜利って見てる視聴者の方も大好き、社長もおそらく大喜利大好き。残り時間残りですかね。5分ですって出ました残り時間。これ全部あれやお前、はい、うさぎのこのうーんって考えてる時間足したらもうこうなってもらう。あのうーんの時間が長かった。そんな長かったですか。すいませんもう一句ちょっとなんかこの大喜利はうーんなしでお願いします。はい、了解しました。さあ大喜利ですね、じゃあ大喜利ノートがあったぞ。お題出しますよ、はい、お題。さあどんな車でも買い取りしてくれるカーネクストさんでもさすがに買い取りできなかった車ってどんな車というね。なるほどね、お題でございます。さすがに買い取りできなかった車、はい、ちょっと待ってください。パンダラのボケ取っといてよかった。気に入ってんね。堂前はね、まあ、免許がないので車のおもろい車イコールバンダナになるでもなんかネタでワゴンワールとか、あー、はい、確かに、あー、はいはいはい、めちゃめちゃ詳しいじゃないですか。ネタ大好きなんですよ。ネタ大好き、ね、はい、いろんなネタ見るのが好きで。あ、そうなんですか、はい、昨日のライブスタンドを見てくれてました。あ、昨日もちろん最後まで。昨日のね、はい、大鳥のザ・プラン9の最後の僕、はい、誰が興味あるの見てくれました。あ、もちろん見ました。よかったです、はい、トロの中トロの。そうです、ありがとうございます、はい、誰が興味あるの、ね、6000人相手に誰が興味あるの、ね、言えてよかったですね。さあさあさあ書けましたでしょうか。いや、さすがにやっぱこれはなんか、うん、うん、実際ね、ほんまのこと言ったらね、もうぶっちゃけどんな車でも買い取ってくれるんですよ、はいはい、最後まで買い取るのにちょっと悩んだぐらいのねことですよ。なるほど、実際は結果的には、結果的にこのお題に答えの車も買い取ってくれますよ多分、ね、はいはいはい、はい、これはでもできました。あ、じゃあじゃあ堂前くん、はい、はい、買い取りさすがにできなかった車どんな車。屏風の中に入っているトンチじゃねえかですね、一休さんぐらいしか買い取れないですね。一休さんしか買い取れない。一休さんしか買い取れない。素晴らしい。さすがどうも。なんでお前は先に行かへんのよ。こんな面白いボケのなんで後に行こうって。書くのに時間かかっちゃって。確かにこれだとか俺。それもう一回帰ってくれ。もう一個。いやもういいわ。もう一個帰ってくれ。うさぎいけるいける。はい。さあいいですか。さすがに買い取れなかった車、はい、どんな車。かえさんやっぱこの心も優しいんで、はい、魚たちの家になっちゃった。めっちゃいいやん。いいですね。魚たちがやっぱもう、ね、確かにな。死んじゃってね、もう遊びついちゃったから魚が。ノスタルジックな感じがあってね。これはもう置いとこうって。よかった。はい、ごめん、肉びってたうさぎ。全然。よかったです。いいやな。さあ判定の方じゃあ荒木さんに、聞きます。どちらが良かったですか。あ、判定あるんですね。うん、屏風の中の車です。あ、やったよかった。いいなそれ。うん、俺もいい、うん、これも販売できるくらいなんかいいバランスのええやで、ここに水面そんないると思うし、書いてもええやろ別に、ね、水没した車も買い取ってるんですよ。ほら、ええー、出したやん、はい、じゃあ繋がったやん、間違えってことや、いけるねんこれも、家を奪い取ったってことですか。カーネクストさん、家を奪い取ったってことですか。違う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 、ちょっとまだ家になる前のね、なる前のやつ、家になる前のやつをほんまカーネクストさんすごいですね。すごいですね。さあというわけでございまして、まあ、お二人、はい、ぜひですね、はい、ペーパードライバー卒業してもらって、はい、僕は車購入していただいてね、二人仲良いから二人でね劇場かやって、はい、ほんでもう乗って32万キロ乗った後はカーネクストさんに買い取ってもらって、でしょコンビで32万キロ乗ってどんな原因ですか。いやもう免許取って、はい、新車買って、はい、すぐ買い取ってもらいますよ。一番意味ない。何がしたいね、はい、というわけでございまして皆さん、はい、ぜひですね、カーネクストさんに、もうこの車ちょっと
買い取ってもらわれへんかなっていうような車をお持ちの方ですね、なるほど、相談してください。カーネクストさんやったらもう親身になって相談乗ってくださいますし、おそらく買い取ってくれること間違いないと思いますので、うん、はい、お願いしたいと思います。なんとですね、電話1本、最短5分で査定額も教えてくれますので、そちらの方も利用してください、はい、ということでございまして、この時間は柳ブソンとロングコートダディでお送りしました。荒木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。